佐賀空港へのオスプレイ配備計画をめぐり、メタバル駐屯地の部隊が佐賀市に移ることを受け、吉野ヶ里町の伊藤町長は昨日、防衛副大臣に新たな部隊の配置などを要望しました。佐賀空港の西側で建設が進む新しい駐屯地にはオスプレイ17機のほか、吉野ヶ里町のメタバル駐屯地からヘリコプターおよそ50機と数百人の隊員が移る予定です。昨日は吉野ヶ里町の伊藤健吾町長が防衛省を訪れ、人口が減少する影響の緩和などを要望しました。2項目についてお願いしております。1つは交付金であります。それともう1つはですね、基地周辺運転安定事業のお願いというようなことで、要望では交付金の増額やメタバル駐屯地への新たな部隊の配置などを求めています。一方、防衛省の鬼木副大臣は町と意思疎通を密にしながら適切に対応していきたいと応じていました。